今回1年乗ったレガシーアウトバック X ブレイクを総括したいと思います。最後まで見てもらうと特典情報があります。お付き合いよろしくお願いいたします。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。チャンネル登録とベルマークを押してください。すると次回動画もあなたの手元に届きます。その他 SNS も登録よろしくお願いします。 Instagram では愛車を中心とした画像をアップしております。では本編です。よろしくお願いします。レガシーアウトバック X ブレイクに向いている人に届けたい動画です。ディーラーの1年点検も無事終わりました。このお話はオーナーの人や納車を待っている人に共感することもあると思います。これから購入する人の購入動機につながればとも思っております。では次の項目をもとに話したいと思いますので確認してください。エクステリアデザインが気に入っている人、ワゴンタイプが好きな人、 4WD を乗りたい人、アイサイトを体感したい人、長距離運転が多い人、この項目は個人的に感じたことをピックアップした内容になりますので、そのあたりを多めに見てください。エクステリアデザインが気に入っている人、今はラギット感というキーワードを与えられておりました。北米では先行して新型アウトバックが発売されていますが、実は現行アウトバックと新型アウトバックの間のデザインがアウトバック X ブレイクだと思います。写真で見比べていただければわかると思います。新型アウトバックで変わっているのはフロントのフォグライトが現行のフォレスターで使用されている LED モードに近いものになっております。バックのポジションランプなども少し丸みを帯びたデザインです。こちらのフォレスターに少し似ていると思いました。あとオプションになりますが、フェンダーモールを装備すると新型のアウトバックにより似てきています。新型アウトバックは日本国内で販売するスケジュールが後ろにずれているそうです。ディーラーの営業さんは2020年中はないと言っていました。国内はアウトバックを G 型までマイナーチェンジする予定だそうです。 X ブレイクは現行のまま残るかはまだ決まっていないようです。新型アウトバックのエンジンが 2.4 リッターターボが国内で期待されていますね。このエンジンはビッグマイナーチェンジを控えている車種に 2.4 リッターターボが与えられるという話も出ています。シティ派はリミテッドか B スポーツを選んでいただけたらと思います。 X ブレイクはアウトドア派な人に向いている車だと思います。一番最初にアップしたエクステリアの動画を貼っておきます。よかったらご覧ください。ワゴンタイプが好きな人、僕はワゴンタイプの車が好きな人なんです。前車が4代目オデッセイでほぼワゴンタイプのような車だったので使い勝手が似ているというところもあります。背の高い車は左右に振られやすいと言われています。その点ワゴンタイプはセダンと同様な走行ができると思います。アウトバックは地上高が20センチあり、低速時に段差などの揺れは正直あります。しかし剛性を高めることでその辺を抑えることができるのかなと思っております。なのでフレキシブルタワーバーを購入しようかと少し考えているところでございます。アウトバック X ブレイクの荷室についてですが、荷物をスライドさせるためのレールが標準でついています。各シートは撥水処理されたシートなので汚れなどを簡単に拭き取ることもできます。 4WD に乗りたい人、スバルはフルタイム四駆が基本になっております。常に四輪に適切なトルクを伝えることができるので、悪路だけでなく高速走行時や雨の日などのオンロードでも安定性の高い運転ができます。 X モードを使用したことがあるのですが、すごくきつい下り坂でもいろいろブレーキなどを駆使してオートでゆっくりと下り坂を下っていきます。
その時ステアリングの操作だけに集中して運転することができるので非常に安心できます。あとそれと引き換えにはなるのですが、 4WD は燃費が非常に悪いいう風に感じておるところはあります。特に街乗りに関してはどうしてもリッター8から9っていうところになるかなと思います。しかし安心した走行性能を得るということが一番メリットかなと思っております。峠を一度走らせていただいた動画を撮らせていただいております。アップヒルとダウンヒル両方動画にしていますので、よかったらご覧ください。アイサイトを体感したい人、アイサイトの恩恵を受ける人は高速道路を運転している時が一番だと思っております。ステアリングの中央維持機能とアダプティブクルーズコントロールだと思っております。一定速度で進み、ハンドルが自動でカーブに合わせて切っていくのは本当にすごいなと思いました。アイサイトセーフティープラスの後方視界支援はすごく安心できます。長距離運転が多い人、グランドツーリング思想が引き継がれている車ですので、快適に目的地に向かうために使う車だと思います。なおかつ荷物も詰めて遠くに行けます。キャンプには申し分ない車だと思います。長距離での走行は燃費がすごく良いです。この間撮影した100キロ走行の動画ではリッター 17.4km と出ておりました。画面にリンクを貼っておきます。よかったらご確認ください。以上の内容をつらつらと語らせていただきました。これからアウトバック X ブレークを購入する後押しになればと思っております。アテンション、今回この動画を見ていただいた方々へプレゼント情報があります。次回動画で僕のアウトバック X ブレークに貼っているステッカーがあるのですが、すべて貼っていません。そこでチャンネル登録とコメントの両方を残していただいた方々に抽選でプレゼントしたいと思います。余っているステッカーがここに何点かあります。これを何人かの人にプレゼントしたいなと考えておりますので、よろしくお願いします。抽選日は5月6日までとさせていただきます。次回動画にて詳細は詰めてお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。あとお見積もり動画もアップさせていただいておりますが、2台目の車を真剣にちょっと探しておるところでございます。そのためにディーラーさんなどでいろいろ情報を集めておったものをアップしております。300万ぐらいの車を探してみようと考えております。その他は1ヶ月ほど借りて新車のレンタカーも1回乗ってみながら検討したいなと考えていますので、またその辺のレビューも上げれましたらまた見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がためになりましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。